いた時からもう全然変わってるっす。打ち切れになってるっす。福田は中学高校時代を過ごした明慶学園を1年ぶりに訪れた。よいっす。高校時代あの監督高橋健先生でした。お世話になります。お久しぶりです。少し大きくなったんじゃない。いやそれは太くなってんだよ。太くなったの、はい、体脂肪も減って体脂肪が絞れてるんで。すごいすごい、おめでとうございます。ありがとうございます。いきなり会えだよ。僕の中学1年生初めて担任の先生で、中学も監督やられてて、今高校の監督の秋田先生。なんか今話してたんですよ、めっちゃ優秀だったなお前は。うわ嘘つけよ。明慶学園時代の福田はどんな生徒だったのだろうか。イケイケでやんちゃな子っていうような感じで、まあでも正義感は強いっていう。多分この子があの中学時代その後高校も含めてキャプテンになるんだろうなっていう印象は中1の時から受けてました。もう高校1年の時からねやっぱ目立つ存在でありましたよね。緊張しないし、どんな時でもおどおどしない、ピンチな時には、ね、タックルで仕留めるというね、その辺の強さというのがありましたけどね。放課後のグラウンドにラグビー部の部員が集まってきた。接近、密着、前進。合宿参加前に自身も体を動かすため福田も練習に参加。この方誰か分かる人手挙げてください。あの名前も覚えてないんですけど。名前は分からないけど顔は知っている。素晴らしい、はい、福田健太選手ですね、はい、一緒に立ちラグビーやってくださるそうですか。一緒にやろう。やりましたね。今日黒い服できたの。中学生の部員たちとタッチフットボール。福田のパスセンスは中学時代毎日のように行っていたこのタッチフットボールで鍛えられたのだという。そうですね、マジこんな感じです。中学の練習うまいですよやっぱパスとか。そうですね。後輩たちの間をとびきりの笑顔で駆け回る福田。ラグビーが楽しくて仕方がない様子だ。そして高校生の部員たちのパート練習に参加。スクラムハーフ陣にパスのアドバイス。放りたいところに左手をこう向ける感じ。手はこんなにならなくてもいいけど、これがこう開いたりしたら体開いちゃってパスが流れちゃうから。福田が本格的にスクラムハーフとなったのは中学3年生の時。以来磨き上げてきた技を後輩たちに伝えていく。めっちゃいい。うん、めっちゃいい。今の悪くない。さっきは全然良くなってめっちゃ乗ってる。そして練習の最後に福田は後輩たちへこんな言葉を送った。はい、今アクさんからちょっと紹介預かりました34回生でした福田です。すごい明慶の良さって考えてなくてやることの大切さってすごい大学と社会人ですごい今実感して、でその考える習慣っていうのは今すごい役に立ってるんで、みんなも一回一回の練習を無駄にしないように。僕もあのまず来週からあの合宿始まるので、ちゃんとしっかり残れるようにみんなにもいい方向で頑張るので、はい、お互い頑張りましょう。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。めちゃくちゃ面倒見がいいですね。いやもうどこのね後輩でしたね、うん、ワールドカップへ向けてそれの前にここに来て
良かったですかね。そうですね、まあ、やっぱで僕もそのこれから合宿で結構厳しい選考とか厳しい状況とか起きてくると思うんですけど、やっぱその中でもやっぱ今日来てみて思ったのはみんなやっぱ楽しんでラグビーしてたし、そのエンジョイラグビーってところやっぱ名系の真髄だと思って、今日中学生と一緒に立ち打ってもらって楽しんでラグビーやることをラグビーの根本とか気づけたんで本当に帰ってきてよかったなと思います。あとはもうみんなにねまたいい報告してまたみんなもラグビー選手目指したいと思うような存在になっていきたいなと思います。